違うだろ。岡田です。女性からのサインを見極められるようになるとどんなメリットがあるのか、私は3つの大きなメリットがあると思っている。一つは、言うまでもないがみんな大好き、クロージングの成功確率が格段に上がることだ。今まで見落としてきたチャンスを女性からのサインを知ることで確実に察知することができるので、自信を持ってベッドに誘える。二つ目は、会話の展開の仕方がすっきりと理解できる。その女性を落とすためにコミュニケーションをとっている場合、女性のサインはゴールだ。つまり、サインを理解せずに女性をものにしようとすることは、コミュニケーションをすることは目隠しでマラソンしているようなもの。これじゃまぐれでしかゴールにたどり着けない。サインを理解することで、あなたが今彼女の中でどの位置にいるのか、次にあなたはどの展開をすべきかが明確になる。サインを理解していい、しないでは目隠しマラソンと先導付きマラソンくらいの格差がある。そして三つ目、個人的にはこれが一番大きいメリットだと思っているのだが、女心がわかるようになるということだ。女性からのサインというと、男性はついついホテル誘って OK よ的なことばかりを想像しがちだが、それだけではない。会話のところどころに小さなサインというのは存在しているのだ。そしてそれを抑えていった結果、最終的なクロージング OK と判断できるサインにたどり着くのだ。例えばものすごく軽いサインで言えば、あなたが会社の後輩の女の子から〇〇さん、ラーメン詳しいですよね、このあたりにおすすめのラーメン屋ってありますかと言われたとする。ここでもしあなたが、どうだな、何系がいいの、あ、そう、うんうん、じゃあ〇〇かな、ここはね女の子にも入りやすい雰囲気で〇〇で修行した店長がと親切丁寧に語り出したとしたら、 100% かけてもいい。女は内心、違うだろうと思っている。むしろそのウキウキで語り出すのを見てキモいと感じるところまで行くかもしれない。次に、一緒に食べに行くの流れ、これもまた違う。正確には違うというか、この女性との距離感による。これまでの彼女とのコミュニケーションにおいて女性からのサインが取れていれば一緒にの流れにしてもいいが、そうでない場合はこれまた違うだろうとなる。ではどうするべきなのか。それは、〇〇さん、ラーメン詳しいですよね、このあたりにおすすめのラーメン屋ってありますかに対して、ラーメン屋、〇〇とか、〇〇行ったことないですつか、ラーメンとか食うんだみたいな、その女性のキャラクターに対する切り返しだ。そうすると女は内心、違う、いや、そうだぞとなる。もっと具体的に書けば、〇〇さん、ラーメン詳しいですよね、このあたりにおすすめのラーメン屋ってありますかに対して、
ラーメン屋？〇〇とか？〇〇行ったことないです。あ、そうなの？結構うまいと思うよ。つか、ラーメンとか食うんだ。え？食べますよ、ラーメンくらい。なんかキャラに合わねえな。ラーメン食ってるの見たら、俺笑っちゃう。私、どんなキャラなんですか？のように、彼女のキャラクターへのいじりと掘り下げで、わちゃわちゃする流れができる。女心の察知と実行の繰り返しなのだ。一人の女性と距離を縮め、感情操作をしてものにするまでの流れというのは、段階によってサインのレベルが変わってくるだけで、女の中には常にこうしてほしいというものがある。それができない男性がほとんどなので、女性は常に違うだろう、違うだろうと内心思っているのだ。女性からのサインを理解するということは、クロージングに強くなるだけでなく、女性のコントロールが自在になるということだ。あなたが本当にモテる男の人生を手に入れるために必須のスキルだ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。